chance on a good thing. Yeah. Now I got you on my right wing. Now your love life is casual. And you text me in the morning, you're available. Am I dreaming? Can't believe I forgot this feeling. Finally found the one in my life that I wanna be with. はい、今日にて沖縄バンライフ終了です。ありがとうございました。寂しすぎる。我が家を福岡に送るために今日はやっていきましょう。行ってきます。枕を濡らして。よかった、最後に会えて。一回バイバイしたんだけどね。よかった。いや、俺一人やからね、今一人させてるよ。うぅぅぅん、涙の味。このおにぎりはいつもよりしょっぱいだ。コールが作ってくれたおにぎり、うん、絶対おいしいよね。残しといて。おいおい、うまい、めっちゃおいしい。ねえ、若が一個やりたいこと言ってもいい？ん？うん、うん、何か分かりますか？ヒッチハイクです。車を置いてから足がないので、人生で初ヒッチハイクをやってみたいなと思います。ホテルまで、はい、頑張ろう。パンパンチライフ。豪雨の時に来てたから、ね、なんか強風でマスに来た、うん、この流れに沿ってなんか景色にして、うわー、でーなー、クリート君の時そこで言うから、多分そうっぽいな。Felt like you were out of breath when you saw her in that dress. When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been. しますお別れ。ちょっと休んどってくれ、船の上で。よく聞かれると思うけど、なんでこの愛知から始めようと。もともと出身が愛知で、で新婚旅行がコロナで行けなくて、で今10ヶ月もう最初で知ってたらもうめっちゃ取材したかった。めっちゃいい経験になったな。本当に道中もさ、楽しくお話できて、そう、すごいいい人やったな。ありがとうございました。迷子中。とりあえずホテルを目指して
一旦チェックインして。ビーチ。帰ってきたね、はい、福岡は花粉がすごいということで、ええ、まだ感じてはないけど完全装備でやろう。ちょっと怖いな。ちょっと怖い。みんな目かゆい、鼻むずむずって言ってるから。大量のこの車の中から我が子を探す。我が子を探す。だからうちの子はうちの子がおらんねん。ある。すごい量。あ、絶対あれ。あれや。一番奥におった。え、出せる？出せるかな。いけるでしょ。もう気合で行くしかない。あ、いけそうかな。あ、いけるいけるいける。到着。おお。大丈夫です。大丈夫そう。大丈夫そう。無事届きました。これから福岡バンライフのスタートです。九州編ですね。バンさんち九州に上陸。イエイ。バンさんちライフ。しました。お帰りなさいませ。イエーイ。肉肉です。嬉しい。イエーイ。イエーイ。この日をどれだけ楽しみにしていた。 Wanna be free of this heart、yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more. Need you hereMore than I would like to admit. Let's forget about tomorrow. 福岡入ってから数日経ったんですけど、なんと先ほどお肉を食べたいがゆえに無料キャンプ場直方のオートキャンプ場を借りて今日はお肉パーティーをしたいなと思っております。すごい菜の花だよ。ちょっといただいたお肉なので、はい、さらに美味しく食べていきたいなと思います。そうですね。いちご美味しそう。久しぶりだねこれやるの。あまおうですか。そうだよ、あまおうだよ。やばい、嬉しすぎる。福岡といえばよ、うん、前菜ですか。前菜だけど後でも食べれるね。8個も作ったら6、1。あ、美味しそう。どうやってのせようかな。いつぶりだ。1年ぶりとかぐらいじゃん。6月とか福井でやった時、うん、以来だね。贅沢すぎてやばい。クリームチーズと蜂蜜を混ぜただけなのにすっごい美味しくなった。もう乗せるだけよな。あとイチゴと。これイチゴが一番美味しく食べれる方法と思う。確かにこれが一番正解な気がする。美味しいよねこれ。これは分かれるな。ショートケーキ派と分かれるな。もう絶対こっちめっちゃ美味しい。もう美味しそう。イチゴ乗る前から。そうでしょ。これさ多分何でもいいんだよね。フルーツ正直マスカット。うん、確かにキウイとかでもいけそう。超美味しい。大好き。うわ、お店お店。
食べよう。ちなみにグリドルパンをこれね買ってきました。先ほどちょっと、ね、ずっと欲しかったからね、うん、この際と思って買いました、はい、食べましょう。できます。そうパンが今回あったかいから、ね、あ、確かにあったかい。まだできます。これやばい。結構さクリームチーズの層が厚くて、うん、おいしい。うまっ。贅沢。うん、メインの前の前菜にはめっちゃ最高なんじゃないでしょうか。100点満点。ちょっとまた今からお肉を、はい、やっていこう。今日いただき物として、出たよ、私たちが初めての案件でいただいたんですけども、はい、こちらカトブキカルビタジョーさんの、タジョーさんめちゃくちゃ高級なカルビ専門店で扱っているカルビです。わー、美味しそう。カルビ専門店。そう、しかもね、私たちちょうど焼肉食べたくて、そう最近ね、ずっと沖縄で言ってて、うん、帰ってくるタイミングでちょっとご連絡をいただいて、お声掛けいただいて、伊豆さんはねどんな案件でも断ってるんだけど、あ、普段はね、そう、うん、ちょっとこれは食べたいっていう気持ちにもなってしまってはい、お肉に釣られちゃいました。そうです。ということで初めての晩餐地の案件となっております。はい、ちょっと今から食べていきたいと思います。ありがとうございます。味噌と醤油だれ、うわー最高。普段カルビなんてね、なかなかよ、食べられないよ。日本一周中にこんなカルビ専門店の美味しいお肉食べれると思ってた？嬉しすぎる。いただきます。すぐ焼けそうやな、うん、すぐ焼けそう。1枚ずつしてみようか。美味しそう。ちょっと待って、これはやばいよ。他の肉買わんでよかった。これはあかん。十分だ。めちゃくちゃ美味しそう、もうすでに。もうすぐ焼けそう。うん。うわあ。やばい、よだれが。よだれが、よだれと笑いが。うわあ。幸せ。いただきます。いただきます。やばい。ちょっと、もう味噌も。うんうん。焼けそう。そうね、焼けそうね。じゃあまず醤油から。じゃあ味噌から。いただきます。やばい。これやばい。カルビ専門店だよ。嬉しすぎ。やばい。鶏肉しか最近食べてなかったよ。いただきます。いただきます。もう柔らかいもんな。うん。ありがとうございます。あ、味噌美味しい。濃いめで味付けられてて柔らかっ。しかもうちらみたいにさ、うん、こういう生活、車道生活してるからさ、うんうん、こうやってもともと味付けてくれてるの間違いない。それは本当にありがたい。調味料いらず。調味料とかも大変だもんね。そう、タレとか、ね、うん、あ、また下から引き出し出して、そう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 、あ、カバンから出してってやってるのが楽だよね。これないから味噌いっちゃいます。もう間違いないって。そういう柔らかっ。なんかやばっ。美味しいよね。うまっ。うわ、そういう美味しいな。ご飯おいしい。ご飯欲しくなるな。あとで赤身がここで美味しい。え、うまいね。幸せすぎる。めっちゃカルビ久しぶりじゃん。乾杯するか。してなかった、ね、お食べたすぎて、さっき食べてもらった。そうね、うん、お肉食べたすぎて、うん、バッタとオリオン。オリオン一番ザクラ本州上陸に、ね、うん、やばい。にやけちゃう。たまらん、ね、カルビとかさ、炭火も美味しいけどさ、
この油落ちたり大変みたいな、うん、マルチグリドルでマジで良かった、うん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 、めっちゃいいよなこれ、うん、野菜も美味しくなりそうね、味は染み込んでね、うん、あんまさ自分たちもさお肉屋さんのそういいとこ行けなかったからさ、こうやって通販でそうお取り寄せしてたらね、うちらみたいにヤマトで受け取りも激中できるし、うん、福岡はさ寒いんだ、寒いんだ普通に、ほんでもう到着して数日経ってるけどさ、うん、鼻がやられたやばいね、だいぶやられてるね、もう花粉で鼻がやばい、お亡くなりになった、みんなやばいって言ってたけどね、こんなひどいって思わんかった、ここに走るなんか出てきたもうさうまいに決まっとるやばい、こんなもんうまいに決まっとる、いっちゃいます、チーズつけてたっぷり、間違いないこれは、溺れる溺れる、これ最強だ、うん、あ、ごめん、チーズ全部持ってたわ、あ、ごめん、チーズ全部持ってたわ最強じゃない、うん、これめっちゃなんか甘くなるな、うん、本州帰ってもこんな幸せなことが待ってるとは思ってなかった、うん、やるな、これが塩プレで、なんか塩が入ってるんだよね。プレーンのやつね。うん。美味しそう。あ、これすごい好き。懐かしい。人生5回目ぐらい。うん、よく来てた。うん。塩味がいいな。楽しみだね。うん、何組目だろう今までで。ああ、すごい数少ないこちらを見てくれている視聴者さん、視聴者さん、視聴者さんに会えるのは嬉しいね、うん、なんかさ会いたいですって言ってくださったらさ会いたいよね、それね、もちろんだからね、自分たちでいいんですかって、うん、しかもワンちゃんいるんだよ、めっちゃ嬉しい、大好きですから、うん、しかもねお散歩しに行ってくれていいって、うん、言ってくださるって言ってて、やばくない、ちょっと久しぶりにワンちゃんとお散歩もしながら回れるから、ね、楽しみだね、うん、お利口さん振り返ってんのが可愛い、立ててくれるの